今日は、ね、雨が降ってたんですけども、なんとか止んでくれました。まあ、せっかく止んでくれるなら、やっぱ外に出かけたいので、じゃあ行ってきます。そうです。行きましょう。Looking up at a tree, I remember how it started. めっちゃ混んでましたね。めっちゃ混んでましたね。はい、さすがゴールデンウィーク。I was lost in a dream when the fire in my heart said an open road.お、看板は全然空いてますね。いやー、めっちゃ晴れましたね。めちゃくちゃ晴れましたね。でもなんか5月は紫外線が一番強いみたいなんで、皆さんちょっと注意してください。僕ちなみに塗ってきてないです。まずい。あー、でもやっぱ気温は最高ですね、5月は。どこ行ってもなんかピクニック日和って感じです。いや、なんかさっき雨降ってたんですけど、いきなり晴れました。もう快晴ですね。なので今から、まあ、せっかくなんでスッキリ空間とか行ってみたいなというふうに思います。はい、どうぞです。行きましょう。あ、じゃあちょっと乾杯で。あ、乾杯です。乾杯。OK です。はい、ということで有楽町に着きました。じゃあもうちょっとここで仕事していきます。はい、じゃあ秋葉原着いたんで、じゃあもうちょっとだけ仕事していきましょうかね。はい、というわけで秋葉原来たんですけども、暑いっすね。なんかさっき朝、雨でちょっと肌寒かったんですけど、めちゃくちゃ暑くなりましたね。まあいい天気なんでいいんですけども。ということで東京駅に来たんですけども、人も多いですね。あれ、前回僕が来た時はまあ大して人多くなかったんですけど、今日はめちゃくちゃ多いです。いやー、気持ちいいですね。風も気持ちいいですし、空もスカッと快晴で最高の散歩日和です。ということで、まあ、だいぶいろんなところ歩き回ったので、ちょっと休憩したいと思います。気持ちいいですね。ほんと空は気持ちいいし、風は冷たいし、最高の散歩日和です。まあ、とは言ってもちょっと疲れてしまったので、どっか休憩したいと思います。よっこら、ちょっと疲れました。結構歩きましたね。観光地とか有名地のところはすごい混んでるんですけど、こういったオフィスビルとかいうところはもうシーンとしてますね。東京だとしてもこう場所を選べばすごく誰もいない空気でこう身軽にこう撮影ができていいわけなんですけども、でその今回伝えたいメッセージとかっていうのは特にないんですけども、まあ、単純にその僕の報告じゃないですけど、そのファッションがブラッシュアップされてきて、やっぱり良かったなっていう。ちょっといろいろぐるぐる歩き回って頭が全然回転してないので、うまい単語が全然出てこないんですけど、例えばそのファッションをブラッシュアップしていく中で、そのこれですね、このスニーカーをちょっとまあゲットしてたんですよ。ナイキさんから出ている、これシリーズ名全然ちょっとわからないんですけども、5000円ぐらいで買ったやつです。で、履いてまだ1ヶ月ちょっとぐらいかなっていう感じなんですけども、もうほぼ毎日履いてます。ほんとすごい軽いんですよね。なんでしょう、じゃあ何グラムなんですかっていうそのデータ的なことを言われると、ちょっと僕はそれを説明するのが苦手だったりするんですけど、まあ、ちょっと概要欄はリンクに貼っておくんですけども、僕社会人になってから基本的にそのチェルシーブーツとかデザートブーツみたいな、こうちょっとおしゃれなきれいめな感じの服を、まあ、社会人になってからずっと履いてたんです。夏になったらサンダルを履いてましたけども、去年は。でもまあ基本的にはおしゃれな格好をしていきたいという、大人な格好をしていたみたいな感じでやってましたね。とはいってもその過去の動画見返すとどこがおしゃれなんだろうとか思いますけどね。で、今の服装はこんな感じですね。はい、大体こんな感じです。こんな感じでね、ちょっとかっこつつけちゃったりするわけなんですけども、いかがでしょうか。最初は僕もその断捨離をして、で洋服も例外なく断捨離をしたわけなんですけども、その後はもうファッションって全く興味がなくなったんですよ。まあ、この動画見てる人の中でファッションを好きな方いたらちょっと失礼かもしれないんですけど、僕の中ではその消耗品、洋服って消耗品じゃないですか。こう洗濯をしていったらいずれボロボロになってポイをしてしまうっていう、その消耗品にお金をかけるっていうのがどうもやっぱ信じられないというか、ちょっと分かんなかったんですよね。例えばこういうカメラであったり、僕の仕事道具のパソコンであったりっていうのは社会に対して価値が提供できるし、自分のスキルアップにもつながるし、それによってお金も入ってくるし、人も入ってくるしっていうので、僕にとってはそのパソコンだったりカメラに投資していくっていうのはものすごくリターンが大きいことなんですよ。そうなんですけど、洋服に投資をするっていうのがちょっと僕の中ではちょっと概念としてはなかったんですね。もうそれも断捨離をしてしまったんですよ。なのでものすごいダサい格好で、まあ最初の方はこう YouTube 活動やってました。でもその時って基本的に一人で活動していましたので、その誰かにこう見られてるっていうような意識はなかったんですよね。まあ、でももう視聴者の人にめちゃくちゃ見られるっていう意識を持てよって話なんですけども、でも2019年に入って、よしじゃあいよいよもう視聴者の人たちとどんどん距離を近づけていこうってなった時に、やっぱりその人に見られるっていう意識がやっぱそこで芽生えたんですよね。人に接するというか、じゃあせっかくこう会ってくれた人たちの気分をこう明るくするためにはどうすればいいかなってなった時に、まあ、第一印象のところでファッションっていうのが大事なのかなっていうふうに思ったので、まあ、そんな感じでちょっとブラッシュアップをしてみたっていう感じですね。まあ、言うてその持っている服の点数っていうのは多分10着もないかなっていう感じなので、俺も着て洗濯したらもうまたすぐ着なきゃいけないのでそんな感じでサイクルすごい早いわけなんですけども、もちろんその外見だけ磨いたとしても中身が伴っていないと意味がないというか、逆に外見がすごいボロボロでヨレッとしていたとしても、すごい誠実に対応してくれて優しい親身になって話聞いてくれてみたいなリーダーシップがあってみたいな人にはやっぱついていっちゃうわけなんで、僕はやっぱそういうところを狙ってたっていうのもありますね。なんかかっこつけちゃってますけども、なので僕はまあこれからもその見た目のブラッシュアップっていうのはやってきますけども、やっぱりその中身の方のブラッシュアップ、まあ、スキルを磨いたりとか経験を積んだりとかっていうところも、そっちの方をメインでやっぱこれからは磨いていきたいなっていうふうに思います。はい、でもまだなんだかんだこう服ってワンパターン化されちゃうんですよね。とにかくこの羽織るものがものすごい楽で、この中のシャツとかこの履いてるズボンとかものすごい楽なんで、であとこのスニーカーですよね。このパターンが最近めちゃくちゃ多いです。まあワンパターン化されちゃうんですよね。まあでもそのワンパターン化してる中でもやっぱその見てくれじゃなくて、その相手の気分がこう軽くなるようなファッションっていう、そういう感じでこうブラッシュアップはしていこうと思うんで。数少ない洋服の中でそれをいかにおしゃれに組み合わせるかっていったところを、ちょっとこれからは頑張っていこうかなっていうふうに思います。もしなんかこの動画見てる人の中でファッションに詳しい人がいたら、なんかもっとこうするといいですよみたいなアドバイスいただけたらすごく嬉しく思います。はい、ということで、じゃあ今からカフェに入ってまたコンサルセンターの連絡を取りたいと思います。では。ちなみに今回着てる服は、上がなんかアウトレットで買った、ちょっとブランド名忘れちゃったんですけども、で下がユニクロで買ったこのミッキーマウスの T シャツで、その下に履いてるのがコムサのなんかパンツですね。でその下に履いてるのがナイキのシューズです。コムさんのズボンに関してはそのセールで安く買えたんでいいんですけども、なのでまあ全部トータル合わせて2万円いってないかなって感じです。